高木忠智は日本の写真家、フォトジャーナリスト、東京都出身、2000年に大阪体育大学体育学部を卒業。ルワンダ虐殺を取材したセバスチャンサルガドの写真集を読み、ドキュメンタリー写真を志す。大学を卒業後、日本写真芸術専門学校に入学し、報道家の鈴木国広ゼミにてドキュメンタリーを専門的に学ぶ。 2002年に日本写真芸術専門学校を卒業。フリーランスとなってからも鈴木を指としている。2003年独立運動とその相当作戦が展開していたインドネシアチェ州に滞在中インドネシア軍に拘束された経験を持つ。高木自身は今考えたら無謀、結局強制送還されました。怖かったですが僕は運が良かったと。 後のインタビューで述べている。2008年、ケニアのナイロビで撮影した写真が、世界報道写真財団が主催する、世界報道写真コンテストの一般ニュース部門、単写真3位に入賞した。この受賞作について、写真評論家の飯沢光太郎は、報道の意識と作品制作の意識が一体化してきているのが現状、の中、高木の写真は、 とてもオーソドックスなモノクロームの報道写真っぽい仕事で世界と日本における報道写真とのニュアンスの違いが逆に興味深かったと評している。2015年1月国際ジャーナリスト連盟と IFJ メディアフォーラムジャパンによる IFJ 日本賞2014の写真中心の部を受賞。2016年上野彦馬賞を受賞。ありがとうございます。